ここはどうかな、ここのインサイドどうかな。ハードボトムだ。ここはあっち側の壁だな、いるのは。対岸の護岸はひときわ水深が深い。この水門の回しの入り口はどうだ。水すげえ動いてるからこれいるぞ、間違いなく。ボムスライドとキラーズベイトをチェンジしながら消去法でエリアを絞り込む。ハードボトムやね、ここ。岸沿い。しかしバイトはない。どんどん水が減ればどんどんそのアウトサイド寄りの深いとこ深いとこに魚移動するからね、逆に絞りやすいんだけど。減衰のためバスは水深のある下流へ下る。一時的にコンタクトするポイントがどこかにあるはずだぜ。そしてインターセクション付近の水門で変化が現れる。水逆流し始めてるね。水門が閉まったためか突然逆流。このタイミングで激ちゃんは動いた。インターサクション行きますよ。サクション、あ、釣り人だ。ダメじゃない、できないでしょ。本流にはアルミボートも浮く。ベイトいるな。本流とのインターセクション、運よく対岸へ入れた。減衰が進み行き場を失ったバスが通る回遊ルート。激ちゃんはキラーズベイトオーバーのスローロールで護岸際をサーチ。おっしゃ、来た。おら、キラーズベイト、オーバー。おっしゃ、ねえ、経過。いきなり来た。ねえ、経過。でけえ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 、やばい。やばい、やばい。おっしゃ。うわー、やばい、こいつはでかい。うわー、50いったべ、これ。来たぞ、ランガンパニック。うわー。抜いちゃえよ、アクセル。でけえ。やばい、これやばくすぎる。クソでかいスローロール8分の5スッキラーズベイトオーバー。これやば、これやべえ、完全にモンスター、ブリブリや、クソでけえ、超でかい。これはこれはガチでやばい、完全にこれ消臭方面のスーパーグランデ。あ、取れた。やばい、来た、完全に吉田さんっクソモンスターだぜこれ、スーパーメイクサムノイズ、秋のクオリティだぜ、完全にブーンだぜ、ブーン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 。早速計測する。51、2、52か。これスーパーモンスターだ。早々に出た52センチのモンスターサイズ。めったに釣れない貴重なサイズだけに、激ちゃんのテンションも最高潮だ。どんな感じだった。いや、もうあそこのさっきの橋の下からこのマウスの入り口のちょうどこのテトラの、まあ、始まりこっち側のインサイド側でスローロールしてゴーン来て、結構ねベイトが少し岸に寄ってたところで来たね。言っても水が引いたタイミングで水がさっきまで動いてて、少し今釣る前5分ぐらい前から水が止まって一個にまた増えてきて、逆流したタイミングとかで魚動いたから、その時にいい感じでゴチンつって来ましたね。もうこれ終了じゃないの。だってもう2本も釣ったよ、でかいの今日。すいません、ありがとうございました。戻ろうぜ。
午前11時、状況は刻々と変化する。ずいぶん減ったね。亀がすげえ浮いてる。あったかい、かなり。だから表層これあったかくなって、今日夕方トップあるかもな。このままあったかければ表層水位上がって。流れが止まったため移動。劇ちゃんはカレントを求め本流を上流へと登るぜ。強い流れと消波ブロックの景色、ここもグランデバスの実績場だ。よし、見てもらって分かるんですけど、川の流れがねかなり効いてる場所です。で、ただ今の時期とか今日みたいな感じは、魚がどっちかというとこの川の流れにいるっていう感じではなくて、少し淀んでるようなところに魚がいるし釣れてるから、こういうエリアでも例えばこう水が反転流っていう、こういう上がってないようなところ、こういうところで多分釣れるんじゃないかって俺が今読んでます。風が吹いてきたらいいんじゃないの。キラーズベイトオーバーで反転流を通すぜ。秋の給与し意外に初めてだからね、やるの面白いね。でも釣れてるから面白いんだろうなこれ。強いカレントとバスを騙しやすい適度な濁り、目の前をルアーが通過すればバイトしてくるぜ。ちょうどこのベンドしてる深いところ、秋も橋脚は外せない。この壁いてもいいはずなんだけどな。らしきスポットをスピナーベイトでトレースするが、バスからのシグナルはない。よし、上行きましょう。反応ないね。午前中2本、午後2本、計4本、終了だね。本当ですか。俺釣れる気しかしないですよ。はい、余裕で。秋のフィーズレには魔物が住んでると言いますからね。うん、ぶっ倒してやりましょう。そんなのは。この辺少し水深出てきた。あー、めっちゃハードボトムや。これは来るぞ、いたら。朝の冷え込みは厳しかったが、日中は汗ばむほどの陽気。この気温差がバスの行動パターンを狂わすんだ。ねえねえねえ、今日秋じゃない。朝さ、あんだけ寒かったのにさ、もう昼間さすごい暑い。本当に本当に暑い。え、どんな暑いかって教えるか。教えるか。え、じゃあ教えるよ。とりあえずとりあえず教える、教える、教える、とりあえずとりあえず教える。よし、午前中釣った場所に戻るぞ。そろそろバスが動き始める。来る夕刻に先駆け本流を下る。そう、第二大谷川へ入り直すぜ。水位が上昇し、再びサンドバーが沈む。バスはベイトフィッシュを求めここに入ってくるはずだ。よし、あと30分ぐらい頑張りましょう。頑張ってもう2本ぐらい釣ります。またしならしてやるぜ。五条バー。単日4本、あと2本追加すれば目標達成だ。まずはバスの回遊ルートであるインターセクションへ。ちょっとさっき釣ったね、52釣った反対側の壁に来て、ちょっとここをもう一回キラーズベイティングしてみます。消波ブロックが沖へなだらかに落ち込む。そのブレイクをキラーズベイトオーバーで通すぜ。釣り方は絞り込めた。全てはタイミングだ。水量が上がった分、その上がったタイミングで魚入ってくるんで、水が引いてさっきはこの深いところに落ちちゃったけど、次は逆で
また水が上がればそれと同時に魚も動いてるはずなんで、また上流の方にも魚は入ってると思う。ベイトがいれば。なんだこれは。ゲキちゃんはボトムの変化を感じ取ったぜ。来た、ほら、あーバレた、くそー、惜しい。スローロール、あのね、今説明する。今のは、今僕がいるところが、まあそっちから皆さんから見るとここがボトムだとしよう。そしたら今投げてる方向に向かってこう少しこう上がってん。で今浅いところをこうスピナーベイ、ケラーズベイで引いてて、ん？と思ってボトムここスローロールしてこうなってるんだけど、少しこう落ちてるところをこうケラーズベイとかプル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 って落ちながらこう来てボトムまで落ちて、またフラットのところに落ちてこう引いただけにゴンってきた。惜しい今の。さらに来た、あー当たった、クソなんだよ、ちくしょう、なんだ。さっきのタイミング良かったな。よし。CM の後、第二大谷川でドラマが起こる。